あとタイトルだって取ってるでしょ。そうですね、ナビスコカップ2回、サンフレッチェでは優勝2回です。すごいじゃん、4回も優勝してるなんて。もうノンタイトルって言ってました。中島浩二さんでーす。よろしくお願いします。今広島、広島にいます。はい。広島はどんな感じですか、今。広島は、ちょっとずつ人は増えてきてるかなと、解除されたので。サンフレッチャーも練習じゃあ始めてるわけでしょ。始めてますけど、まあ、分散ですけどね、うんうん、まだ。まだ裏とかの方やってないですもんね。やってない。出れないからね、こっちの首都圏は。まあ、中島浩二は、18歳の時に、僕は出会ってね、仙台の時に。ブランネル仙台ですから、まだ。急に出てるから、みんなどういう関係かなって思いますもんね。当時をね、知ってる人は、あれだけど、ね。知ってる人は、はい。まあ、仙台の OB としてね、今日はちょっといろいろ聞きたいと思うんですけど、はい、まあ、18歳で入ってきて、仙台育英高校からね、どうでしたか？多分最初、すごいなまってたんじゃないですか。すごかったよ。先輩たちにすっごい言われてた印象ありますか。みんなね、はい、まあ、俺は浦和から移籍して、あとジェフからね、まあ、リティもそうだけど、はい、結構大御所が移籍してきて、でまあ、俺よりも本当に年上の人たちがたくさんいる中で、浩二が新人でね、入ってきたから、東北なまりなのかなって思ったら、大阪出身なんだもんね、中学校。そうなんですよ。一気にもうその3年間で完全にどっぷり東北にハマっちゃいます。ランダベイとか言ってました。同期のさ、仙台っ子の千葉直樹よりもなまってるみたいなさ。そうですね、あの周りがパンサーの方とかが、あの同級生で同じサッカー部で、あの子も日本三景の松島ってあるじゃないですか、うんうんうん、仙台というよりは宮城県なんで、チームも田舎の方から集まってきてる選手が多くて、あの仙台市よりも本当によりなまってるチームメイトが多かった。もうその影響をがっつり受けてましたね。いや、まあいいなまりをしてたよ。まあ可愛らしい、高校卒業した1年目って感じだったけど、俺とは5歳って言うのかな、はい、どうだった当時は。ゴール決めた時パフォーマンスするっていうイメージがあったんで、ムードメーカー的な感じでやってたんで、僕にとってだからその一番の J リーガーというかプロっていう感じを感じさせてくれた人というか、越後さんとかもっと大御所というか、はい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 、で水口、ね、さんはちょっとやんちゃで、うん、やっぱりプロらしいというか、その時当時多分ポルシェとか乗って、そうね、ポルシェ、ね、2年目乗ったね、青いポルシェね。やっぱプロはこうなんだみたいな。当時もなんか仙台で一番高いマンション、高層マンションに、うんうん、仙台スタジオ、リアテックスタジアムに行く途中にね、ある大きいマンションだったけど、31階で4階だからね。そうそう、まあ、4階でも、でも高台にあったんで、うわすごって思いましたもん。いいマンションだったよね。今ベガルタの選手とか住んでんのかな、あそこ。でも練習場もまあまあ近いしね、あの辺に住んでた感じが続けてね、はい、うん、あとはなんだろう、心構えみたいなことも結構言ってくれてて。偉そうに言ってた。言ってました、うん、覚えてますもん僕、本当に。練習ついていけなかったりとか、若くて悩んでたりとかしてたら、そんなうまくいかないのは当たり前なんだからみたいな感じで、水井さんがですよ、俺なんてもうどうやったらうまくいくかみたいなことなんかサッカー離れた時でもずっと考えてる。その動くとかそういうことだけじゃなくて、頭の中でいろんなことを考えてるっていう、私生活とかでもずっとサッカーから頭から離れてないみたいなことをその当時言ってもらってて、おーやっぱ違うなっていうのをその時、いや覚えてます、それは。あ、本当。一応現役でやってる時はね、サッカーはしっかりやろうと思ってたからさ、はいはい、まあ、遊ぶ時はねしっかり遊んで。そうです、メリハリも効いてたし、だからやっぱりこれがプロなんだなっていう、一番最初にすごく身近に感じたプロの選手が水内さんなのかなっていう。あ、なんか、はい、ごめんね。選手生活、まあ今で考えたらそれほど長く、いやもう全然25だからね。でもその後、うん、サクッてやめてったんで、その後芸能の世界入って、それも生き残るのってすっごい大変じゃないですか。僕もちょっと半分そういうようなやらしまってるんで、はいはいはい、地方ですけど、うんうん、そこでいろんな番組出て長くやれてるのもすごいなっていうところがあって、これね、たまたまだ、たまたまで、そんな長くできない、たまたまなんだよ。ラッキーなだけ、ラッキーなだけで、こういうYouTube なんかもそうだけど、やっぱ楽しい、自分が楽しくやるにはどうしたらいいかなってことは考えるけど、はい、自分が楽しければ周りも楽しいのかなとか、やらなきゃいけないからやらなきゃっていうよりは、いろいろ人生もいろいろ考えるんだけど、はい、やっぱ楽しいわけよ。で、はい、久しぶりに話すのもね、はい、久しぶりじゃないですか。そうですよね。で、うん、もう試合ね、1年1回会えるか会えないかぐらい、ね、僕がアウェイとか大体行ってないんで、うん、たまに行った時ぐらいですもんね。うん、だ俺がだって広島、浩二のね、仕事で呼んでもらった時に、はい、あの時だけど、はい、ウェズレイと一緒にいたら、したもんね。はい、そうそう、あれがもう3年、もう結構前です ね。そういうとこでこう会えるのもね、素晴らしいよね、そう考えてサッカーってね、すごいですよね。みんな一緒やってた人、監督になって活躍してる人、そうそうそう、結構多いじゃないですか、まあね。
だって工事なんて、ほら、はい、仙台からジェフ行って、で、広島でしょ？仙台に入った時はさ、まさか今広島に住むなんて思ってないわけじゃん。もう全くですね。仙台からジェフ行った時も、あれは何、首あの、首です。はい、あれ、いくつの時？ 25 歳ですね。第1回トライアウトがあったんですよ。あ、その時なんだ。国立競技場であったんですけど。じゃ、初めての国立？で、初めての国立がトライアウトです。お客さん全然いなくて、はい。しかもその初めての国立が、東京が何十年ぶりかの大雪で中止だったんですよ。20年ぐらい前ですかね。後日、日を改めてあったんですけど、その時は大雪で、みんなで、その、せっかく東京出てきたんだから、名ラーメンでも食ってくべ、みたいな。新宿かどっかの行列、に並んでラーメン食べたら大して美味しくなくて帰ってった記憶ある。え、じゃあ結局トライアウトは、まあ、トライアウト後に受けて一発で決まらなくて、でいろんなところに練習参加とか行ったんですけど、その時に河合隆二いるじゃないですか。練習参加行った先で一緒になって、年も近かったんで、場ではずっと仲良く喋ってて、その冬クビになると思ってなくて結婚式を入れてたんですよ。そうだ、1月ね、俺司会だもん。本当ですか？そうそうそう、リュウジにも出てもらったんだけど、はいはいはい、この話で盛り上がってだから僕ちょっと戦友なんですよ。ね、その後マリノス入って優勝までして、また札幌でもね活躍してっていうので、クビになってます。トライアウトだったんだ。で、そのタイミングでオシムさんが入ったんですよ。2003年に僕入団して、はいはい、だからまあでも僕もその出会いが一番、その出会いがなかったら長くプレイヤーとしてできてないと思いますね。はい、オシムさんで元でやった人たちは見ねえけど、やっぱすごい。すごいですね。オシムさん自体が、それ頑張れとかそういう、しっかりやれとかそういうことは言わなくても、もう存在だけでその空気感は出ていて、プラスアイデアのことをすごい言ってるんで、指導者としてはなんか究極の形なのかな。なんかそれがうまく両立してるっていうのが、だから僕なんか、いやまあ運が良かったと思います。で、僕なんかもう一回アドバイス聞きに行ったことあるんですよ。もう勇気出してめっちゃ怖かったんですけど、選手としてここからもっと良くなるためには、どういうこと大事ですかねっていうのをちょっとアドバイス聞きに行ったことがあって、そしたら言ってもらったのが、コージは速いプレイヤーではないけど速いプレーっていうのはできるよって言われて、僕遅いじゃないですか。でもサッカーの速いプレーってそれだけじゃなくて、正確なボールコントロール、先にいいポジション取り、いろんなアイデアを先に選択肢を持っていくことで速いプレーは可能だっていうことなんで、まあ僕が今からもうどんなに頑張ったって足を速くなるわけでもないですし、それ以外のところを磨いたらマイナスをプラスにもできるし、まあタイプ的に僕が多分そういうタイプだっていうかね、動きよりはそっちのアイデア勝負するタイプだっていうのも分かった上でのアドバイスだったと思うんですけど、だからそれからはボール持った時以上にボールない時動きとか考え方とかすごい意識するようになったんで、今後の選手生活には生きたなっていうのがありますね。多分オシムさんは当然各ポジション各選手の特徴も含めて、はい、そういう的確に多分アドバイスをしてくれるんだろうね。すっごく見てます、いろんな選手の特徴とか。本当にあんまり言ってこないんですけど、その時スーツとか自由だったんですよ。チームスーツじゃなくて服装とか見てぼそっとその選手に声かけたりするんですよ。それ何、いいことを言うの、それでもそういうの直した方がいい。なんかちょっと皮肉めいたことはあるんですね。いや、ちょっといじる感じでね。はい、その時僕が言われてドキッとしたのはなんか、ネクタイそれ大丈夫なのみたいな、なんかマッチしないよみたいな。やっぱり目光らしてるなって。あとはすごく平等です。やっぱりトップの監督って、サテライトとかも練習とか見るときって下のコーチ任したりするじゃないですか。でもそういうのも自分がいるときは絶対自分がやるとか言ったりすごいありがたいんですけれども、一回だけ僕サテライトリーグとか出てたんですけど、その時にサテライトリーグも出場停止になったんです。僕だけリカバリーだけで強度が高くないので、じゃあ俺が一人で見てやるって言われて、オシムさんがマンツーマンで僕について練習見てくれたときあって、それはただ単にきつかったですね。それは頭使うとかじゃなくて、フィジカルとボール使う要素の付きっきり、夏の暑い時にやられて、それが今まで人生で一番きつかったかもしれないです。もう強度を上げるためのね、はい、自分の体が許す限りそういう下の選手にもきっちり付き合ってくれて、だからまあそういう平等感があるので信頼できるなっていうのはありましたね。そうだね。だから今チーム数も多くなったし人数も少し少なくなってるけど、当時はね、まあサテライトもあったから全体的な人数もちょっと多かったじゃないですか、チーム数が。その中でやっぱ下まで見てもらえるっていうのは、他の選手はやりがいもあるし、レギュラー陣しか見ないっていう監督って結構いいじゃない。はいはいはい、それでレギュラーだったらいいけどさ、そうじゃない人たちの方が半分ぐらいいるわけだから、選手としてはありがたいよね。そうですね。それで使われないんだったらしょうがないなっていう、はい、ふうに思えるっていうかさ。で、選手って試合に出ていって伸びると思うんですけど、練習試合も
すっごい組んでてたくさん水曜日とかに2チーム呼んで90分90分やったりとか、うんうん、俺それ取材行ったことあるもん、なんか、うん、ジェフの取材に行くって言って、その時にやっぱ2チーム来てた全員が90分やるんだって、はい、それがだからシーズン中のほんと週の真ん中とかにね、はい、あったもんね。そうですね。なので公式戦に出てなくても試合での強度が保たれたりしたので、うん、出てないですけど自分が上手くなってるっていうか伸びてるなっていうのは感じましたね、うん、でそれですごいみんな選手とかがあの、うん、体厳しいっていうと、ヨーロッパでチャンピオンズリーグ出てるチームはみんなこうやってやってんだとか、ね、言われて言ってましたけど、しかも全部公式戦だからね、向こうはね。大島さんって当然ガラッとチームが変わったのがあって、で前にいた選手たちからしたらさ、今度変わったわけじゃない、はいはい、練習内容もそうだし休みがなかったでしょ。で休みがないのってさ、あれってどう、うん、全然大丈夫ですね。なんか僕、先の予定まで決まってないと落ち着かないっていうよりは、うん、なんかその場その場で大丈夫なタイプだったんで、僕自身が。うんうん、なんでそんなストレスではなかったですし、何より、あの、やっぱり楽しかったです。練習とか行くのが充実感があったんで、休み欲しいっていうのよりも、もっとやりたいっていう気持ちの方が僕はその時は強かったですね。うん、そっか。それでまあチームもね、当然強くなってたし、はいはい、試合にも勝てるし、ってなれば、それはもう、はい、オシムファミリーになるわな、それは。なりますね。一番印象的っていうのは、うん、今まで指導をしてもらってた人って、なんか自分の考えを話をして、それに沿ったことをやるプレイヤーって褒めてもらえてたと思うんですけど、でもオシムさんって、それよりもなんかこう自分の発想を裏切ってきたりとか、新しいことをする方に重きを置いてる感じが僕にはして、厳しい中だけどそういうのをやってやろうとか、なんかタイプ的に一緒なのかも。比べちゃダメなんですけど、なんかそういう人に言われたことを真に受けて、そのマテリアルは違うことないかなっていう感じを考えたりするのが好きなので、楽しかったです、すごい、本当に。なるほどね。で、その後だって、ミシャでしょ、はい、ミシャも弟子ですけど、全然違いますもんね、うん、タイプがね。サッカーはやっぱり見て美しいものというか、負けるよりもやっぱり理想とするパスワークだったり、コンビネーションとか、ワクワクするようなものを出して、なおかつ勝利を目指すっていうところはブレずにやってるところは、2人とも一緒なのかなと。まあそれで負けたとしても自分が尻拭いてやるよみたいな。もちろん2人とも試合前には相手の分析して、相手のストロングとかこういうのを消していこうとか、こういうのを気をつけようとかいうことはやるんですけれども、まあ根本的に相手の良さだけ消して勝つのではなく、自分らのコンビネーションとかそっちを寄り出して勝っていこうっていうところは似てるのかなと、うん、あとほらそのポジションもさ、真ん中のあそこがやるようになったっていうのも、はい、まあ、その二人のサッカーもそういうサッカーだったっていうのもあるし、あのまあ最終ラインからでも、まあ、ただのクリアとかだけじゃなく後ろから組み立ててっていうところはまあ一緒だったと思うので、まあ元々は僕もトップ下とかこういう選手だったんですけどいや入ってた時はどっちだったの、前入ってすぐだからボランチとかになりましたよ。そうだよね。だからでも前やる時もちょろちょろ試合によってはありますけど、うん、プロに入ってからはやっぱりそこではキレとかなんかで勝負できなかったので、うん、後ろになりましたけど、まあでもそういう巡り合わせとポジションと、はい、あとタイトルだってジェフの時も取ってるでしょ。そうですね、ナビスコカップ2回、サンフレッチェでは優勝2回です。もうすごいじゃん、4回も優勝してるなんて、奇跡的に。いやいやいや、ノンタイトルって思っていや、だってほとんどの選手がそのまま終わっていくことの方が多いわけだよね。こうやってでもサッカー選手って個人競技じゃないんで、うん、巡り合わせですよね。チームメイトとか監督とかいろんなタイミングなんで、うん、自分がいくら頑張っても多分そこって来ないなと思うので、周りの力で取ったようなとこがあるんで、そこにたまたま、ね、縁があって居合わせたっていう感じなのかなと思いますけどね。そうなんだよ、だからたまたまなんだよ、こうちゃん。いや、人生、そう、人生たまたま。やっぱりたまたまですね。またまここにいるっていう。タイトルだってさ、決勝行って、はい、決勝で負けてしまったらもう準優勝になっちゃうわけだから。準優勝もあります。サンフレッチェの時に天皇杯でナビスコで 5対3で負けたっていうのがあります。どこに負けたの？ジュビロに負けたんですけど、2対1で勝ってて、でロスタイムに前田良一に決められて追いつかれて、延長で一番最後サンフレッチェ牧野が後ろ向き PK やって、うん、川口さんに止められて終わったっていう、入ってったら5対4だったっていうゲームがあったんですでもそれぐらい打ち合いして、ミシャもやっぱギリギリでねタイトル取れないっていうのが、だから、ね、裏で取ってくれた時嬉しかったですね。取れてもおかしくないっていう人もいれば、運もねあるし、実力もあるかもしれないけど、はい、これ相手が合ってるもんだからね、こればっかりは。そうですね、あったってね、はい、さあ今日のゲストは、はい、もうね入札終わってる。なんで入札